それでは参りましょう。僕ら全力少年隊ということで、今回はね、先ほどもボルダリングと書いてありましたけれども、相当動きました、相当疲れました。こんな感じにはね、動いてませんけど、とりあえずどうぞ。さあ、本日の全力少年隊は、楽しみながら体幹を鍛えることができるこんなスポーツをご紹介いたします。テーマの発表いきましょう。せーの、ボルダリングをしよう。はい、ということでございます。まあ、後ろにもね、そのボルダリングございますけれども、本日はこちらに来ております。清武町にありますワウディプラスに来ております。そして今日は珍しい、何で講師もいらっしゃいます。教えていただくのはこの方です。ワウディプラスの池田さんでございます。この方です。おお、実は登っていたっていうのは、お客さんじゃなかったんです。違いますよ。違います。逆にお客さんいる前に撮らないでしょ。あ、そうか、そうか。ボルダリングとはフリークライミングの一種で、最低限の道具で岩や石を登るスポーツ。近年では人工壁に初級から上級まで難易度ごとにルートを設定、同じ色のテープなどに従って登り、ゴールのホールドを両手で掴むと完登。さあ、ということで池田さん、はい、このワウディプラスはどのような施設になっているんでしょうか。はい、10種類以上のマシンと、あとはボルダリング の、 施設を兼ね備えている。今日はね、当然我々はこのボルダリングに挑戦するわけなんですけれども、これやりたいなっていう方は、料金とかどれぐらいかかったりとかするんでしょうか。初回がワンコイン体験というのをやっておりまして、500円、はい、で、2回目以降が、2160円になります。なるほど。そしてなんと月ごとにいくらでっていうのもあるんですよね。はい、月間フリーの会員になってもらえると、5400円ですね。時間も制限で、お得。一回ね、武田さんやりましたもんね。そうです。全力少年隊で鈴木さんと二人でやったことあるんですよ。なんで経験者です、私。そうなんですよ。そういう木野さんは、いや、僕もやっぱいずれは、VS 嵐に出たい人なんでまあ、そのための練習を今日した方がなって。 VS 嵐に出たいと思いっきりケーブルでね、はい、思いっきりね、もうケーブルを切っていただいてみたいな。いやいやいや、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。まあ、いろんなルートがあるわけですけど、はい、池田さん、最初のルートどうしましょうか。はい、じゃあ見た感じ、はい、緑の銃が登れそうなので。お、そうですか。これは初級ですか。こちらは一応中級になって。ちょっと池田さん、急に。いや、僕はまだ何もレクチャー受けてないのに、はい、僕はもう極度の運動オッチなんですよ、実は。足はどこでもいいわけですよね。おいよ、あ、わあ、マジか。足を左に置いて。足を左、ちょっと待って。予想以上にできないのと、あと予想以上に自分ってテンパるんだなと思う。ポンコツだね、ほんと。ちゃうわ。あとごめんなさい、今日ちょっとニンニク臭くないですか。お前ちょっとびっくりしたよ、口臭いわ。こうでしょ、そっから。うわ、左手にこれをこうね。で、右手はここが効くんで。おい、ナイス、ナイス。よし、いった、よし、いった。掴みたいです。やっぱりダメですね、もうパニックになりますね。何がダメなんですか。コメントもそうですけど、もう話せない、このまんまで、あー動けないってなっちゃう。木場さん、一言いいですか。うん、ポンコツだ、ポンコツだ。そうやな。はい、まず最初の時手かけました。よし、いった。おう、そうそうそう、おお、よいしょー。そう、すげえ、ありがとうございます。うわ、すげえ。一応このピンクが初級の課題になってまして、ほうほうほう、スタートがここで、ゴール側の上のホール。初級ですか、これ。初級です。これそのまま行って大丈夫なの。いや、一応専用のハーネスをつけてもらって。そうそう、オッケー。かけるとこはどこでもいいのか。足はどこでもいいよ。足はどこでもいい。そう、そう、足はね、まだ1メートルしか上がってないよ。これ次どこよ。足を一段上げましょうか、左足。はぁ、それが怖い。おお、いいね。あ、いけるじゃん。あ、
1個言っていいですか、うん、僕微妙な高所なんですよガチで怖いよしよし、あおいおいいねいいね、あでもあともうちょっともうちょっとよ、あ動けない魔物来た見せろ落ちます、頂上の絵がないじゃん、え絵が2回目でこんだけ一体ようやってるっていけるって、いやおかしいからディレクターもカメラ回ってないとこで魔物がおるかいねビビるやんな、ビビるやんディレクター、よーしスパイダーマンになって登り切ってやるぜ、それ前見えんやろ、見えない見えない見えない開いたってよしよし、おおいけるね、あ、いいいいいいや余裕、全然余裕、これも全然いけるね、ヒロさん、どうした、下見てちゃんと、あーもう一個って、よしたーやったー、やったゴール正直、なんか日の以下っていうのは僕すごい嫌なんです登れないとかもですけど日の以下っていうのが嫌なんで、ちょっとどうにか、ちょっと簡単な、はい、ブルーで、ブルー、2人には難しいブルーって言ってもらっていいですか、わかりました、難しい、はい、全部聞こえてます、難しいブルーいきます、よいしょ、楽しいね、行こう、行こう、いいよ、そう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 、こっちです、こうだ、はい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 、もういいよいいよいいよ、おー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 、で乗っていく、さあ、行け、そうだ、あのさっき終始迷ってたんですよ、うん、こうしたらいいんじゃないのかなと思っても、うんうん、いやでも大丈夫かなって確認してたんですよ、その間にもう消耗してたんですよね、うんうん、だからここだって言われたらポンポン行くといいのかなと、ね、先ほど挫折した中級ですか、はい、ちょっとじゃあもう一回スパイダーマンさんからよろしいでしょうか、よしね、で一回こういってからこう、おいいよナイスナイス、こういってからね、そうそうそう、おーい、いけ、よし、これでよしよし、きたー、おい、おい、ピピ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 コツさえつかめば楽しいいや、これ始まってほしいね、登らないんじゃないです。登れないんです。うん、さあ、先ほどはあきらくんのね、うん、見苦しい、はい、ね、絵を見せてしまったので、うん、最後登って締めたいでしょ。そうだね。締めたいでしょ。うん、なんでちょっと僕も初めてなんですけど、うん、上級のコースをやらせていただきたいと思います。ルールはあるんですよね。手足限定で。俺ら手だけだったんですか。足も決められてんだ。足も固定される。あらどうよ。うわ、それだけでももうきついわ。うわ、決定。え、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 何その岩、あ、で、さっき持ってたとこを足にかけて、うわ、掴みづらそう、え、どういう体勢よ、そこから、うわ、うわ、何それ、え、何グイッと、グイッといって、はい、うわー、うわー、やべえ、やべえ、これ超達成感ある、うわだね、バチッと気持ちいい、これさあ、今日はですね、ここワウディプラスさんで池田さんに教えてもらいながら、ボルダリング
楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったね。正直あの高さ登れるとは思わなかったですよ。それもこれもやっぱ僕みたいな初心者でもできるんだなっていうのも分かりました、うん、そうですね、うんうん、で、うん、初めての日野さんも中級を、いやいや登れちゃったから ねめっちゃ楽しい。絶対来た方がいい。はい、ぜひとも皆さんワウディプラスに遊びに来てください。ありがとうございました。びっくりするぐらいみんなびしょびしょで、きっさねえ、あきらくんきっさ、お前じゃくさねえのはくせえし、くさえ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 。いやー、ワウディプラスは本当にお世話になりました。ありがとうございます。出ました、スパイダーマン。スパイダーマン見たことないからピッ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 って言いましたけど、モノマネしてましたからね。スパイダーマンのモノマネだった。あれオリジナルのギャグとかじゃなくて、スパイダーマンビジュアルは知ってるけど映画見たことないからピッ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 。そんなびっくりした。しかも手作りでしょ。そう、手作りです。そういうのはなんか感心しますけどね。自分で作ってくるっていうのはね。だから本番前の努力が一番素晴らしい。そういうことですよ。だからもうあの全力少年の前はなんかいろいろ作ったりしてますもんね。ただ本番はねピピピピピピピ情報がないから。そう、ね、ネットですぐ見れるの。すぐ見れるけどね。本番まではやらない。努力の方向がちょっとなんか色を塗るとかそこぐらいまでしかできない。モノマネのクオリティを上げるとかじゃないじゃないですよね。まあでもボルダリングやりまして、いかがでしたか。いや楽しそうだなと思いましたけどね。あのアキラが終わった後にもうあの本当に脱力うーってなってるのがもう心配になりましたけどね。やばかったでしょ。1週間ぐらい筋肉痛きたんだよね。そう、あの後みんなご飯食べ行ったんですけど、ご飯食べてても最初は大丈夫なんですけど、気がついたら箸がプロンって落ちてはーってなって。でもあの普段使わない筋力をやっぱりボルダリングってすごい使うから体幹がすごく鍛わるっていう話もしますね。でも自分が僕正直できないと思ってて、あれ苦手だろうなと思ったんですけど、急のあの高さ行ったのがびっくりして、うん、それもこれもあのインストラクターの池田さんが教えてくださったからっていうのはやっぱあるんですよね。なんか亜生君も見ながらちょっと不安になったっていう話をしてましたけどもね、いやまあ明君が、まあ、ああいう状態になったから仕方なかったんだろうけども、たける君が真ん中でこう仕切ってると、もうちょっとドキドキしちゃうね。いやいやいや、言うとこ違うでしょ。そうね、さあ今日はって言い出したから、ええー、って思って、いやいやいや、ちょっと不安になると。ちょっとなんか不安になるんですね。一つだけ言わせてもらえれば、池田さんにもうちょっと話振ってあげないと。池田さん臭いしか言ってないから。池田さんずっと出てんのに全然喋ってないから。いやいやいや、あ、振らないとやっぱりね。めっちゃ口下手でいいなんですけど、はい、あれもういじれ、いじった方がいいですよ。完全に竹野内豊でしたもんね。かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃあの人目的で行く人いるんじゃないですか。いや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 、本当にあと優しい、教えてくださいましたけど。しかもワウディプラス初回500円でボルダリングできますので、ぜひとも皆さん行ってみてください。楽しいと思います。木村さんもね、あの上髭生やすって言ってます。あれ見て、ね、見習ってね、見習って。かっこよかったです、池田さん。参考にします。怪しい感じになると思いますけどね。ということで、僕ら全力少年隊のコーナーでした。CM の後は兵の時間です。